国道247号起点愛知県名古屋市、厚田区厚田神宮南交差点国道247号は愛知県名古屋市厚田区から豊橋市に至る一般国道である。起点の名古屋市厚田区から南下し、千田半島を周回しながら愛知県知田地区の各都市を結び、木浦湾を渡る。その後は三河湾沿いの各都市を経由して、 玉郡市で国道23号、豊川市で国道1号と重複した後、終点の豊橋市に至る路線であり、起終点、京一いずれも愛知県内の路線である。起点の名古屋市から国道155号と重複するとこ市までと、中央バイパスや小坂井バイパスは片側2車線の道路が整備されており、その他の区間においても片側1車線の道路が整備されている。 一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び重要な経過値は次の通り。小坂井バイパス入口付近愛知県といおはし前芝町橋梁平日24時間交通量、国道473号との交差愛知県、蒲郡市蒲郡町千田半島と三河地区の海岸沿いを走る路線である。三河地区では、名鉄蒲郡線と、 平行し、北半島では、東側で、名鉄高和線、北新線及び JR 竹豊線と、西側で、名鉄と小波線とそれぞれ平行する。ありがとうございます。